こんにちは、アドブローです。今回も匿名でご質問いただきましたので回答していきたいと思います。今回の内容はこちらですね。いつも参考にさせていただいておりますスピード MP2022 を以前使用しており、たまたまグラビティ MP2023 をレンタルしたところ、かなり感触が良く即購入し現在使用中です。ガットはブラックシャークです。知らないガットでしたが、レンタル時にこのガットが貼ってあり、気に入ったので同じものを貼ってもらいました。弾道を上げてスピンをかけて打とうとするとスピンがあまりかからず、抜けてアウトすることがあります。スピードで同じ打ち方した場合はしっかりコートに収まります。スピードのガットはポリツァースピン、ポリツァープロのハイブリッドです。ガットをもう少し飛ばないものにするか、スペックをツアーかプロに変更するか検討中です。おすすめのガット等ありましたらご教授いただけないでしょうか、よろしくお願いします、ということですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。まあ今回の質問のポイントなんですけれども、まあスピードからグラビティに変えて、ストリングがブラックシャークで、調べたらこれ八角形のポリだそうですね。はい、で弾道を上げたスピンが、抜けてアウトしてしまうことがあるということですね。でスピードの MP に、まあポリザースピンとポリザープロのハイブリッド、まあルードがやってるハイブリッドですかね、が貼ってあって、そっちなら収まると。で飛ばないセッティングにするか、まあグラビティのツアーとか、プロとかにスペックを変えるのか、でそしておすすめのストリングはありますかということなんですけれども、まあそうですね、まあ少なくともこういうセッティングの話って明確な答えがあるわけじゃないとは思うので、はい、本当にね、すごく繊細な問題だと思います。簡単ではないと思いますので、まあそうですね、順番に深掘りしながら一緒に打開策を考察してみましょうという、まあそんなスタンスでお話をさせていただければなと思います。でまず最初、今回の質問読んで思ったことちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、まあ細かい部分深掘りは後ほどしていくんですが、まあ最初にやってほしいなと思ったのは、ストリングをスピードと同じにしてみてはどうですかっていうところですね。はい、まあ今回、まあレンタルした時にね貼ってあったものをですね、まあそれで調子が良かったんで、同じセッティングにしたっていうのは、これはもう素晴らしいことだと思います。まあ僕なんかも、まあシダとかね、インプレとかさせていただく時に、特に借りたものとかは自分では選ばないようなストリングとかが貼ってあったりして、で意外とそれで調子良かったりして、じゃあそのフレームを買いましょうってなった時に、その時のセッティングを無視してね、自分が貼りたいストリングとか貼っちゃう、でしかもそれが結構うまくいかないとかっていうのはね、過去に何度もやらかしている人間ですんで、はい、本当にちゃんとそのセッティングを揃えたっていうことはとにかく素晴らしいことだと思います。ただ今回同じ打ち方してスピードだったら収まってるのに、グラビティだと抜けちゃうやんってなっていらっしゃるっていうことであれば、まあ一旦ねスピードと同じストリングに変えてみて、グラビティはどうなるのかっていうのは検証は必要だと思います。というのも、まあ少なくともラケットの影響なのか、まあ、ストリングの影響なのかっていうところの切り分けっていうのは絶対必要になってくると思うんですね。はい、で今に関して言うと、まあ、フレームも違う、ストリングも違うなので、まあ、何がどう影響してるのかっていう切り分けがなかなか難しいとは思うので、まあ、そこはクリアにしていく必要があるかなと思います。で、まあ、張り替えたところで、まあ、全てがね、解決するっていうことは、まあ、多分ないとは思うんですが、少なくともいろんな要素が変わってくると思います。弾道の高さとか、まあ、スピンをかける感触とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、ストリングを整えるじゃないな、揃えることによってどれがラケットの影響なのか、どれがストリングの影響だったのかっていうところを、まあ、ある程度当たりをつけることができるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういったところを少しクリアにしてから買い替えた方が、まあ、沼りにくいんじゃないかなとは思います。そこをせずに、じゃあ次また別の買ってみようってこう、やってしまうと、まあ、近道のように見えて結局遠回りになってしまうと。で逆にその自分に合ったセッティングを見つけるっていうのは、まあ丁寧に遠回りする、一見遠回り見えるようなことをというか、まあそういう丁寧さを持ってやることの方が、まあ、実は近道なんじゃないかなっていうふうにね、まあ自分の経験を踏まえてもね思う日々でございますというところでした。はい、でまあここからより具体的な話に入っていきたいなと思うんですが、まあ今回スピードの MP とグラビティの MP というところだったんで、まあ違いをねちょっとピックアップしたいなと思うんですが、まあ、一応ねスペック上はね、どっちも面100で、重さの300と295で、まあなんかちょっと近しいなっていう気がしないでもないんですが、
ストリングが1619と1620だったりとか、まあ、フェイス形状もね縦長なスピードに対して割と丸みの強い、しかも上の広い丸型になってるグラビティで、フレームの厚さも 23mm と 22mm で、グロメットの穴の大きさもスピードは大きいんですけど、グラビティは割とクラシックな、まあ、ちっちゃいタイプになってますね。で CPI は500と400で、 RH は、テニスウェアハウスの数値を持ってくると62と59でした。まあそうですね、まあカタログスペックっていうところだけを見るとなんかまあ違うんだけど、そんなね一個一個はめちゃめちゃ違うわけじゃないし、なんか親戚っぽい雰囲気もなくはないんですけれども、こうやって細かい部分を見ていくと、まあ、なんかどこも一緒じゃねえなっていう気もするし、うん、どうなんだろう、人によってこれはどういう風に見えるんだろうっていう気はするんですけれどもね。はい、なんかね難しいところですね。はい、ただこうやって見ていくと、まあ多分スピードの方がストリングよく働いてくれるんじゃないのっていう気はしますね。はい、でそのまあスピードの方がピッチがまず荒いで、グロメットの穴が大きいで、フレームもまあしなりにくい、比べればしなりにくいというところなので、まあよりストリングを働かせよう、大きく動かそうっていう、作用は強いんじゃないかなと思います。逆にグラビティの方がストリングあんまり動かないで、フレームのしなやかさとかっていうのが発揮されやすいタイプかなと思いますね。はい、なのでもしかしたらその調子の差が出ているっていうのはここら辺が作用している可能性もあるかもしれないですね。はい、なんですけど今はフレームも違う、ストリングも違う、なんでこれがラケットなのかストリングなのかどっちの影響なのか分かんないんで、まあ、とりあえずスピードと同じセッティングにしてみてどういう差が出るのかっていうところは、まあ、検証がね必要になってくるかなとは思いますね。はい、でそれをやって初めてそのスピードの MP とグラビティ MP のフレームの違いっていうところが、まあ、はっきりとわかるっていうところかなと思います。で今回高い弾道で、スピンをかけて打つで、それが抜けてアウトしてしまうっていう話があったんで、まあそのショットとかスピンに対する考えっていうのをちょっとお話をさせていただくと、まあ僕はそのショットの、まあ、エネルギーというかね、3つの要素みたいなのはこの組み合わせだと思っていて、速度、回転数、弾道の高さ、この3つで構成されていると思ってまして、でそのスイングで生まれたエネルギーをこの3つにこう、どう分配していくのかっていうところでショットが変わっていくと思ってるんですね。で一番イメージしやすいのは、まあ、ドフラットなショットだと思うんですよね。まあ、スピードは速いんだけれども回転数は低いし弾道も低いっていう感じになっていくわけですよね。はい、でまあそこはね皆さんイメージしやすいかなとは思うんですが、じゃあ高い弾道のショットってどうなんと、うん、まあスピードは下がるよね、でも回転数上がってるよねってなる人が多い気はするんですけど、実際僕高い弾道で打つと回転数下がってるんじゃないかなと思うんですね。少なくともなんだろうな、高い弾道で回転もすごいめっちゃかかってるっていうボールを打つのっていうのはめちゃめちゃ難しいと考えてます。はい、でなんでかっていうと、やっぱりそのスピンを生み出すためにはそのスイングの方向と球が飛び出す方向に差がないといけないわけですよね。はい、これは例外がないわけではないんですけれども、基本としてそこの差が大きいほど回転数に変換される部分が大きくなるっていうふうに考えていいと思うんですね。めちゃめちゃこすって、でもボールは前に飛んでるってなると、ちょっと言い方が悪いかな、上にめっちゃ振ってるのに球が前に飛ぶから回転になるわけですね。まあそれは擦れてるっていう言い方になると思うんですけれども、はい、でサーブだったらその右に振り抜いていって前とかその左方向に逆に飛んでいくってなると、それはスライスになるしっていう、まあ違う打ち方がねできないわけじゃないんですけど、はい、ストロークの、原則とか、まあスピンの原則とかっていうのを考えると、スイングとスイングの方向とボールの飛び出す方向に差があった方が、回転数は大きくなるだろうという推測ができるわけですね。だもんで、じゃあ上に振ってボールも上に高く飛んでいくってなると、回転かけられるんですかと、まあ、スイングとボールの飛び出す方向が一致しちゃってるわけですよね。一致率が高くなってるんで差がちっちゃいんで、僕は回転数としてはむしろね減るんじゃないかなっていうふうに思っているわけですね。はい、あんまりそういう話って出てこない気はするんですが、他のチャンネルで、はい、僕の経験上そういう気はします。はい、なので今回高い弾道でスピンをかけて打つ意識で打つとね、抜けてアウトしてしまうっていう話なんですけれども、まあ
自然なことなんじゃないかなと思う部分もあるわけですね。というのも今回多角形ポリが貼ってあって、で多角形ポリスピンのイメージで売られてますけど、僕は実際回転数はね別に上がんないと思うんですよ。多角形で打ち出しの角度が上がるっていうところはあると思うんですね。引っかかり感が増すで乗っかってくれる、上に打ち出しやすくなる、うん、で結果スイングの方向とボールの打ち出しの方向の一致率がね高くなるんで、回転数はまあ増えはしないよなと思いますね。はい、あのむしろ弾道上がっちゃったら回転数下がってんじゃないのという気がするわけですね。はい、同じスイングでいつもより弾道が上がったってなると、それはむしろ回転数下がっていて、で弾道が上がってるもんだから飛距離も出やすくなっていて、回転数もね下がってるしアウトしちゃうよねっていう可能性はあるんじゃないかなと思います。だもんで僕はあんまり多角形ポリね好きじゃないんですよ。はい、あのいつも通りのスイングでちょっと振り上げてスピンかけようとすると弾道上がっちゃうし、うん、でそれでアウトしちゃった。で次じゃあアウトしちゃったからどうしようってなるかっていうと、もっとスピンかけようとなるわけですよね。でそうなるとどん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 こう弾道が上がらないように、こすってしまうわけですね。どん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 当たりを薄くしていって、結果的にちょりちょりのショットになって推進力もないし、まあ、なんならネットのミスが増えるという感じで、高っけを張るとネットが増える男でございますというところなんですけれども、はい、なのでちょっと多角形はねそういうリスクもあるんじゃないかなって個人的には思ってます。で今回ポリツァスピンとポリツァプロのハイブリッドも、スピードが張ってるっていうことなんですが、まあこっちの方が弾道は上がんなそうな気はしますよね。まあ横が丸になってるし、まあ丸と多角形の組み合わせで、多角形タンバルよりもしかしたらストリングの可動性スナップバックが良くなってるかもしれないし、まあ可能性のね、話ではあるんですけれども、あのこっちの方が弾道が上がらずスピンに変換される割合が高いんじゃないかなってちょっと思ったりはします。はい、でまああの多角形が難しいのはなんかそのね形状による違いっていうのも含まれてきてしまうんで、その硬さなのか滑りなのか、はたまた太さなのか、ストリングっていろんなその変数数字が変わる部分あると思うんですけれども、それが1個増えちゃうんで、なんだもんでこう最適なセッティングを見つけるっていうのが選択肢が増えすぎる結果難しいなっていうふうに思うんで、僕はあんまり高く選ばないようにはしてます。はい、なのでまあ人に勧めないわけじゃないですけど、まず丸でいろいろやってみてもいいんじゃないのっていうのは普段からね思うところですね。はい、ということでまあスピンの話はこんな感じです。はい、で、スペックを変えることに関してなんですけども、じゃあグラビティのね、ツアーとかグラビティのプロとかっていうところにしてみてうまくいきそうな理由はとりあえず現時点ではまだ見つかんないかなっていう気はします。っていうのもやっぱりあのスピードの方がストリングの可動性っていうのは高いラケットだと思うし、ストリングの違いで見てもポリツァースピンとポリツァープロのハイブリッドの方がよく動いてるんじゃないかなとも思うし、ってことはその1820のラケットよりそのピッチが密でよりストリングが動きにくいタイプにすることによって良くなるのかって言われると、なんかそれは微妙なんじゃないかなっていう気はします。はい、まあ重さとかねバランスの違いとかっていうのももちろん出てくるんですけれども、まあそれなら MP カスタムしてねトライしてみてもいいしなって思っちゃうし、うん、なので今すぐ買った方がいい理由っていうのは少なくとも今の時点では見つからないなとは思います。ただまあね難しいのはその最終的に発揮されるパフォーマンスっていうのはラケットとプレイヤーの化学反応みたいなものなんで、ほんのちょっとの違いでなんか全然違う化学反応が起きたりするので、はい、あの結局グラビティツアーでベストでしたってなる可能性もね、それは否定できるものではないんですが、ないんですがっていうところですね。でもちろんその予算的にも時間的にも余裕があるんでしたら、まあツアーとかプロとかね、でそっちも揃えちゃ、まあ揃えちゃうというか買っちゃって比較しながらセッティングに詰めていくっていうやり方でも別にいいとは思うんですけれども、まあなかなかね、そこまで時間ある人もそう多くはないと思いますし、少なくとも MP でもう少しこう、いろんな要素を洗い出してから、その影響している要因みたいなところっていうのをより明確にしてから買い替えた方が、まあ、結局早いんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい。
で最後おすすめのストリングの話していきたいなと思いますが、まあ別にあのこのラケットにはこのストリングですっていうおすすめがあるかと言われると、僕は別にそういうのってないと思っていて、どうしたいのかっていう悩みとか、まあ目標とかがあって初めて、決まるものだと思ってるんで、ストリングって。なので、まあ別に貼りたいの貼ってみてくださいよとしか言えないんですけれども、じゃあ僕が同じようなシチュエーションになったらどういうのを貼るのかっていうのを考えると、まあとりあえずなんか滑りの良さそうな丸いポリを貼って、自分のショットがどうなるのかっていうのは検証するなとは思いますね。で、滑りのいい、まあ比較的こうツルツルしてる、ヌルヌルツルツルしてるタイプで言うと G ツアーシリーズとか、プリンスのファントムシリーズとか、ヨネックスだったらポリツァーファイアとか、でダンロップのエクスプロシブスピードとか、まあ割と滑りのいい丸いタイプを貼ってみて、どういう変化が起こるのかっていうのは見るかなと思います。で、まあもちろん今回あの多角形が含まれてるんで、単純に丸いのにしてみてどうなるかっていうのを見るだけであれば、まあ別にポリツァプロとか、まあベーシックなね、ポリエステルなんで、まあそれ貼ってみてもいいのかなっていう気はしますね。はい。まあ現実的にはポリツァプロを一旦貼ってみるっていうのが一番わかりやすいかなっていう気はしますが、はい。ということで、まあ、今回の動画のまとめに行きたいと思います。かなりね、ざっくりのお話でしたけれども、はい。まあ、スピード MP からグラビティ MP に変えた、方のセッティングのお話させていただきました。最初にも言った通り、セッティングを探す作業っていうのは、やっぱりね、こう、遠回りするくらいの気持ちで丁寧にやる方が、まあ、結果、近道だったっていうパターンが、まあ、非常に多い気はします。はい。まあ、もちろんね、ごく稀にショートカットして本当にショートカットになることもあるんだろうなとは思うんですけれども、そうですね、それをしようとした僕があんまりうまくいってないっていうことを考えると、反面教師的な意味で、あの丁寧にやった方がいいんじゃないかなってやっぱり思いますね。はい。で、あとはまあ今回の話で言うと、多角形だから弾道も高いしスピンも多いしっていう考え方みたいなのはちょっと疑った方がいいかもしれないですね。で、まあ、であとはそのボールのなんだろうな、回転数ってなかなか近くしにくい、と思うんですよね。なんか例えば回転数が 10% 上がったら数値的にはすごく大きな差だとは思うんですけど、体感として 10% の差が分かるかっていうと、結構特に打ってる側ですね、受ける側はね感じると思うんですけど、打ってる側は、ね、なんかそれ感じられるかっていうとなかなかね難しい部分だと思うんで、あんまりこう主観だけに頼らず、考えた方がいい部分もあるかなって思う。だからスピンをね歌う製品とか、とかなんかそういう話ってなんかいろいろ疑った方がいいというか、あんまり鵜呑みにしすぎないように僕はしてますね。はい。回転がかかればいいかっつうとそういうわけじゃなかったりするんでね。はい。でまあそんないろいろちょっと辛口めにお話をさせていただきましたけれども、まあ、ぜひ楽しみながらより快適に、まあ、より良いパフォーマンスが引き出せるセッティングっていうのを見つけていただけたら嬉しいなと思ってるんで、はい、本当にねこれはなんか決まった答えがある問いではないと思うので、はい、ご自身にとってより良いものが何なのかっていうのを見つける、そのなんだろうな、考え方とか、まあその道筋みたいなところを発見するヒントとか、まあそういうお手伝いになってればいいなと思ってお話をさせていただきましたね。どの口が言うとんねんと思う方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、失敗したからこそ分かる部分もあるかな、あるんじゃないかなと思うんで、はい、まあもちろんね、せっかく、こんなね、なんか何の実績もない人間に質問してくださっている方がいるんで、まあ、できるだけ正直に、お話をさせていただいたつもりですので、はい、まあ、少しでも参考にしていただけたら幸いです。ということで今回の動画以上です。それでは。